こんにちは、影山博信です。さあ皆さん、アニュータの何が、一番気に入ってますか？僕はね、プレイリストがいいと思います。はい、今から僕がいくつかのインタビューに、答えるので、それを見てください。そうですね、僕ね、ニューヨークに、そうですね、ニューヨークに行くの初めてなんですよ。空港は何度も行ったことあるんですけど、空港から外に出たことないので、もうニューヨークに行くっていうことですごく、そこで歌えることを楽しみにしてます。そうですね、どこが一番っていうのはないんですけど、初めて行く場所はすごく楽しみですよね。どんな食べ物があるのか、どんな景色があるのか、そして何よりも自分たちが歌う時、その国でどんなファンの人が待っててくれるのか、とにかく初めて、行く場所は、すごく大好きです。そうですね、今でもすごく記憶に残ってるのはね、もう何年ぐらい前かな、2002年とか3年だったと思いますけど、初めてブラジルのサンパウロに歌いに行った時に、すごく早朝だったんですけど、ブラジルのファンの人たちが、もう100人ぐらいこう空港で、こんなこう大きな垂れ幕をね持って、ウェルカム影山、ウェルカム串田明みたいな感じで待っててくれて、その光景は、今まで行った海外の中でもなんか一番感動したかもしれません。アニメの主人公ですか。そうですね、僕が子供の頃ね、日本でスーパージェッターっていうアニメがすごく流行ったんですよ。それはね、主人公がピンチになると自分の時計で時を止めるんですよね。その時を止めて、いろんなことを解決するっていうのが、子供ながらすごく、なんかいいな、これ時間止めれるの最高じゃんって思いました。さあ、それでは、アニソンワールド祭りアットアニメ NYC で会えることを楽しみにしています。そして、僕が作ったプレイリスト、ぜひ、活用してください。それではレッツエンジョイアニュータ。